平野停留場は、大阪市平野区平野本町1丁目16番地、平野本町2丁目4番地、平野本町4丁目2番地が接する地点にあった、南海電気鉄道平野線の駅である、特徴ある駅舎を有しており、1976年以降、平野線で唯一の有人駅となり、乗車券類の発売も行われていた。また、乗務員詰め所も備えていた。乗務員詰め所には、 南海平野運浴が併設され、乗務員の宿泊施設もあった。運転終了後の夜間あたりへ切迫となる車両のために、専用の行き先板が備えられていた。大阪市営地下鉄谷町線天皇寺、八尾南間開通に伴う南海平野線廃線により、1980年11月28日に同駅は廃止された。行き止まり式の2000切りかき機ホームで、 開業当時からの歴史を伝える六角屋根の駅舎があった。ただし実際には八角形。しかし、六角形だと思っていた人は多く、六角堂と呼ぶ向きもあった。駅舎に一番近い方が一番線で、奥の切り欠き機線が二番線だった。一番線ホーム先端には、便所があった。朝夕のラッシュ時間帯のみ発着。プロムナード平野廃止前から、有志の団体による、 募金活動が行われ、地元では駅舎の保存要望が持ち上がったが、実現せず、平野線廃止後に駅舎は解体された。廃止後、駅ホームは大阪市営地下鉄谷町線平野駅への近道として開放されていた。もう2 0個型車両も留置されていたが、それも解体された。廃止後しばらくは、盗難防止にヘッドライトを取り外した他はそのままの状態で、 パンタグラフを上げたまま留置されており、手で直接車体に触れられる状態だった。その後、金網、トタン食べで囲われた。その代わりとして、跡地が整備され、現在は、プロムナード平野という公園になっている。ベンチには駅舎を模した上屋が付けられており、駅舎で使われていた車止めや、ホーム上屋の骨組みを利用した藤棚、レンガで線路を模した遊歩道、信号機などが設置されている。 また、平野潜敗市34年を経ても、駅前商店街は、平野南海商店街を名乗る。それまでは、中間駅の文の里も、友人駅だった。合理化の一環として、上町線のワンマン化にともに、文の里停留場が無人化された。町色、田んぼを平野町ぐるみ博物館自治の気概漂う、楽しさ。読売新聞。2014年5月23日付有刊。 12面、ありがとうございます。